おはようございます。今日のスタートは鴨川庁舎からです。秋です。今日はこれからどこに行くのかというと、吉備中央町の中でも定番中の定番の紅葉スポット、武漢渓に行きたいと思います。今シーズン何度か武漢渓も見に行ってるんですけど、平日の昼間でも結構すごい人が紅葉を見に来ているので、なかなか撮影ができませんでした。こうやって一人の状況だとベラベラ喋れるんですけど、人がいる状況ではやっぱりまだまだ喋るのに慣れていません。ということで今日は朝一を狙って武漢渓撮影しに行きたいと思います。今8時過ぎです。さすがにまだこの時間帯だとそんなに人は来てないかなと思います。武漢渓までは平坦な道なので楽に行くことができます。では行きます。到着です。やっぱり人は誰も来てなさそうですね。ここは下に降りることもできるので降りてみます。こんな感じです。すぐそばを武漢川が流れてて、そこの水のせせらぎも聞こえていい雰囲気です。中川から見ると赤以外にも黄色、緑、オレンジ、いろんな色に色づいていて、コントラストがすごく綺麗ですね。タバコ。この先に赤橋もあるのでそっちにも移動したいと思います。多分そっちにもまだ人は来てないはずです。赤橋到着です。人はいない。庁指定重要文化財名勝武漢渓に到着しました。赤橋の下に降りてきました。めちゃくちゃいいアングルでサムネ撮ることができそうです。いいなぁ、全部真っ赤ですごいいいですね。ここからだと本当に遮るものが何もなく、武漢渓名物の赤橋と紅葉を見ることができるので、すごくいい位置だなと思います。赤橋です。すごい爽やかな朝ですわ。人もおらんのでこの景色を独占することができます。リッチ。赤橋からすぐのところ、こっちも紅葉がすごく綺麗です。反対側から見た方がすごい奥の山もあって綺麗ですね。夜になりました。武漢渓こんな感じでライトアップされてます。近づきます。橋の下からめちゃくちゃ強い光をバーッと当ててライトアップしています。ライトアップこんな感じです。昼間とはまた違った雰囲気が楽しめて、夜のライトアップに来るのもいいかなと思います。ライトアップされてるところにも近づくことができますので、行きます。こんな感じで、下からも見上げることができます。ということで今回は紅葉の時期の武漢渓に昼と夜行ってみた動画でした。多分この動画公開される頃でもまだ大丈夫だと思うので、ぜひ紅葉を見に昼でも夜でもいいのでお越しください。
最後までご視聴ありがとうございました。夜になると滝も明るくなります。ふう。